人を追いかけて風を届ける吹き出し口。フォロアス、人追従吹き出しシステム。工場におけるこれまでのスポット空調は吹き出し方向が固定されていたため、人を狙って風を送ることができませんでした。そういった課題を解決するため、フォロアスを開発しました。フォロアスはカメラを取り付け、人の動きを検知し、吹き出し口にピンポイントで風を送り届ける新しい発想の空調システムです。吹き出し口が人を追従しながら自動で向きが変わるので、空調の省エネ、節電効果を高め、作業環境の改善に貢献します。検知カメラが対象者の位置を確定し、その部分に風を供給します。1台の対象範囲は直径5メートルのエリアを想定。吹き出し口はユニット化されており、単体で取り付けることができるので、工場に大きな影響を及ぼすことなく、単工機で導入が可能です。さらにフォロワスは100ボルト、200ボルト電源で動作し、低消費電力、低圧送により省エネを実現しています。移動と停止を伴う作業が繰り返される場所や、工場、倉庫、搬出ヤードなど広い空間や、外気、内気が出入りする暑さの厳しい作業現場に最適です。今後の開発展開として、距離に応じた風量制御、対象者の有無による吹き出し口の運転制御、機関空調機の制御による複数台運転などの開発を予定しています。人を追いかけて風を届ける吹き出し口。環境を作る技術は未来を作る技術。待機者です。